ウェスリー・マシューズは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手。シューティングガードとスモールフォワードを兼務する、スイングマン。NBA のロサンゼルス・レイカーズなどに所属していた。身長196センチメートル、体重100キログラム。ウェスリー・ジュニアは、バスケットボール選手だった父、ウェス・マシューズが、サンアントニオ・スパーズに所属していた時に、テキサス州サンアントニオで生まれた。 その後もアメリカ各地やヨーロッパ諸国を転々とする生活を送った後、高校はウィスコンシン州のジェームズ・マディソン・メモリアル高等学校に通い、サッカー部でも活躍した。大学はマーケット大学で4年間在籍し、4年生時は平均18.3点を記録したものの、2009年の NBA ドラフトではどのチームからも指名されず、ユタジャズのトレーニングキャンプに参加し、 選手契約を勝ち取る。1年目の2009から10シーズンは全82試合に出場した。2010から11シーズン開幕前の2010年夏に制限付きフリーエージェントとなり、ポートランドトレールブレイザーズから提示された5年3400万ドルのオファーシートにサイン。一方ジャズはカルロス・ブーザーらとの契約交渉を控えていたこともあり、評価が急上昇した。 マシューズの再契約を見送り、ブレイザーズへの移籍が決まった。ブレイザーズ移籍後は、ブランドン・ロイに代わり、シューティングガードの先発選手として奮闘し、2013から14シーズンは、レギュラーシーズン全試合に先発として出場する、堅牢さを見せたが、2015年3月5日のダラスマーベリックス戦で、左足のアキレス腱断裂の重傷を負ってしまった。 2015から16シーズン開幕前の2015年7月9日、ダラス・マーベリックスと4年契約を締結。開幕戦のフェニックス・サンズで先発出場し、111から95で勝利に貢献。前述の重傷から見事に復帰。12月6日のワシントン・ウィザーズ戦では36得点に加え10本の3ポイントシュートを決めた。 2017から18シーズンの2018年3月12日、足の負傷によって、残りシーズン全休が決まった。2018から19シーズンのトレード期限前の2019年1月31日、クリスタプス・ポルジンギス・ガラミの大型トレードにより、ニューヨーク・ニックスに移籍した。その後、ニックスから解雇された。2019年2月10日にインディアナ・ペーサーズと契約した。 2019から20シーズンは、選手層の厚いミルウォーキーバックスに所属し、ダンテ・ディヴィンチェンゾやパット、このおとんと出場時間を分け合いながらもほとんどの試合で先発出場した。プレーオフでも全試合に先発出場したが、カンファレンス準決勝でマイアミヒートに敗れた。オフにプレイヤーオプションを破棄して、FA となった。 2020年11月20日にロサンゼルスレイカーズと1年360万ドルで契約した。厳しいディフェンスをする選手として知られている。相手チームのエースシューターに密着ディフェンスを行い、チャンスを積み取っていく。オフェンスでは3ポイントシュートを得意とするサ 3&D のウィング。ありがとうございます。